身近なものでできる簡単なスタンプ台の作り方です。タオルをガーゼなどでくるんで両面テープを周りにつけます。ここではガーゼではなくウォッシュタオルを使っています。これを発泡スチロールのトレーに貼り付けるとスタンプするときにずれません。水を垂らして湿らせます。そこに絵の具を出します。ここでは3色出していますが、2色ずつ出した方が色がきれいに仕上がります。指先などで絵の具をなじませておきます。指の汚れが気になるときは手袋を使ってください。ここに切った野菜を押し付けてスタンプ台として使います。そのままの色だけでなく2色出していますので、混ぜ合わせて中間色も押すことができます。また発泡スチロールの面が広いのでもっと大きな野菜を押すことができます。またその面がグラデーションになってきれいに見えます。使い終わったら乾かして繰り返し使うこともできます。絵の具が混ざって汚れてしまった場合は新しいものに作り替えてください。